はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院フッカー副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントや枝を腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今日はですね、2月14日なんですけども、女性の皆さん、あなたの大切な人には渡せましたでしょうか。はい、僕はですね、しっかりと本命チョコをですね、なんと、0個なんですね。はい、患者さんにですね、先生ギリチョコですって言われながらですね、いただいたっていうのはあるんですけども、いやでも本当ギリチョコだけでもいただけるだけありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、来年こそはですね、本命をもらえるようにちょっと頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ本命をください。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、昨日はですね、大臀筋って言われる筋肉が が弱ってるとお尻上げがしにくくなりますよってお話をしました。で、今日はですね、仙腸関節ですね、仙腸関節、まあ、仙腸関節はどこなのかっていうと、まあ、大体この辺り、まあ、骨盤って言われるところですよね。いわゆる骨盤って言われるところが痛い人について、有効なですね、ストレッチ方法だったについてお話ができればなと思います。はい、で、ちょっとおさらいからしていくんですけども、まあ、大臀筋っていうのはですね、こちらですね、こちら一番大きいお尻の筋肉です。おはい、こちらですね。で、人間の体で言うとはい、大体この辺ですね。はい、ちょっと横ではない、ちょっと後ろ側です。はい、結構大きい筋肉になってるんですけども、まあ、この筋肉は日頃何をしてくれているのかっていうと、基本的には股関節の安定ですね。股関節の安定、動きで言うとこういう後ろに引く動作ですね。歩くときにここから後ろにこうやって持っていくことだったりとか、あるいはですね、外に広げること、あとは外旋といってですね、外側にひねるような感じですね。ひねるような感じ、はい、まあ、こういったですね、動きっていうのを日頃してくださってます。してくださってますって言ってますけど、じゃあですね、この大臀筋がですね、弱くなってしまってる人の、まあ、歩き方っていうのがありますので、ちょっとやってみるんですけど、はい、大臀筋本来はですね、こうやって歩いてるわけなんですけど、大臀筋が弱くなってるとですね、この伸展っていうこの動きが出ないんですよ。この動きですね、この動きが出ません。じゃあどうするかっていうとですね、骨盤っていうのを前傾ですね、骨盤を前傾させて、この行かない分をこれで代償するんですよね。代償する歩き方になります。なので、もしあなたがですね、ちょっとお尻がプリッとこういう感じですね、こういう感じで、こうやってちょっと見えにくいね、ごめんね。はい、あなたがお尻をこういう感じでプリッとした状態でこうやって歩いてるのであれば、実はこの大臀筋っていうのは硬くなってたりとか筋力が落ちてるせいで、他の筋肉で代償してしまってる。それによって仙腸関節の部分が痛いって現象がですね、起きてる可能性が非常に高いかなっていうふうに思います。はい、なので、昨日お伝えしたですね、足を上に上げれない、お尻を上に上げれない人とかも、こういった歩行をしてる方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日はですね、さっきの仙腸関節の部分ですね、が痛いという人のストレッチ方法をお伝えできればと思いますので、ちょっと一緒にやっていただければと思います。はい、で、やり方なんですけど、実はですね、この大臀筋っていうのは、これをここを半分にして、上部繊維、下部繊維っていう風になってて、作用がちょっと違います。で、仙腸関節の痛みについてはですね、この上部繊維っていうのが引っかかっていることが多いので、今日は上部繊維のストレッチ方法についてお伝えできればなと思います。はい、で、やり方なんですけど、まあ、仰向けに寝ていただきます。仰向けに寝ていただくんですけど、大臀筋っていうのは足をさっき言ったように後ろに引く作用を持ってますので、ストレッチをするときは逆に曲げる方向ですね、股関節をぐーっと胸の方に足をこう膝を近づけてくるような、はい、感じでまず持ってきます。で、その後、内旋と言ってですね、内旋と言って股関節を内にひねるような動き、こういう感じですね。これを倒すんではなくて、股関節自体を内にひねるような感じですね。はい、それをこうぐーっと曲げながら行います。はい、そうするとですね、大臀筋の上部ですね、上部が伸びる感じがあると思いますので、なんか伸びてるなっていう感じがあったら、30秒ほどその状態で深呼吸をかけてください。
真向かいから見るとここからこういうふうに近づけて内旋ですね、ちょっとひねる、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10というような感じで30秒ほどやっていただければと思います。で、終わった後に実際にですね、あなたが痛い動作、例えば歩くのが痛いのであればですね、その状態、さっき痛かった動作をやってもらうと明らかにですね、やった側の足っていうのが今軽いんじゃないかなというふうに思います。はい、という感じで、もしあなたが今歩いた時に痛いとか、いろいろやった時に痛いけど、今のストレッチをやって仙腸関節の痛みが良くなるのであれば、大臀筋が原因ですので今のストレッチを続けていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、明日はですね、硬い椅子に座ってると、痛くなってきますっていう人も、大臀筋がですね、原因の一つなので、それをですね、改善するためのストレッチ方法をお伝えできればと思いますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、ぜひチャンネル登録してまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。